X ヨッシーです。いつもご覧いただきましてありがとうございます。今日はね、ウィークデーなんですけどね、万博記念公園の周辺のとこなんですよ。西と西という駅がね、大阪モノレールで、来たんですけどね、まあバイクで行こうと思ったんですけどね、知らない道が多くて、なんか車線変更とかね、すごいんですよ。もうそういうところはね、おじいさん無理なんで、もう諦めてね、もうヘルメットが全部持参で、ここに来ました。で今日はいよいよヤマハさん の XSR155 をね、試乗をします。ここの先にね、バイクちょっと値段でしょ、あそこがね、バイク屋さんのレンタルなんですよ。では行きましょう。こっちの方のね、バイク、レンタル、大南さんというところらしいですけどね、レンタルバイクね、バイク819やっております。いろんなね、種類あるんですよ。あ、乗ってみたいなね、ZX25 もありますわ、ジクサーもあるしね、エストレアもあるしね。で今日乗るのは、あそこにありますね、XSR155 です。はい、だけどね、ちょっとね、ここのとこね、気をつけて言うたけど、あそこにね、交番があるんですよ。で、交番のお前さん見たのね。で、こっから入ってくるときなんだけど、ほどでダダダと乗ってきちゃって、ピピピピピって切符切られちゃうんで、必ずエンジンを切って押し掛けするか、そこから登って、そこでエンジンを切って押し掛けするか、どっちかなんですね。だすぐね、やってこられないんで、ね、ここでね、レンタルするときは要注意です。お前さんあそこでいるから、こう入ってきて、押し分けして入ってくるか、そこのところで切って、エンジン切って押し分けするか。ずっと乗ってきちゃうとね、ピッ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 って切符切られるんですって。過去にそういうことあったらしいですよ。はい、そこは要注意。皆さん、これがね、XSR155 です。グリーン、マットグリーンっていうんですか、それをね、お借りできたんですよ。ちょっとタイムセールということでね、かなりね、お買い得でって言いますか、お借り得で、乗せていただくことになりました。で、これ3センチのね、ローダウンシートということなんですよ。うん、で、どうかな、まあ、形状とかね、その辺から言いましたらね、ここのシートの厚さがね、薄いね、っていうような話もあったと思うんですけども、いろいろ動画ね、拝見させていただいた。でもそう、忍者よりはね、ふっくりしてると思いますよ。うちの忍者もほんとスカスカっていうか、ね、そんな感じあって。はい、で、まあ、大きいってでかいこともないけどね、かといって小さいということでもないというふうにね、思いますね。はい。で、そんな感じね。でこういうなってて、マフラーはね、結構ね、大きいんですよ、これね。なんか知らんけど。今もっと小さいでしょ？こんなマフラーもあるでしょ？それがね、大きいんですよ。はい。で、メーターの方はね、こうなってて、こうなってて、はい。見えますかね？ちょっと太陽の方で。ここはタコメーターで、スピードメーターで、ここはね、ギアポジションが入ってるのかな？で、まあ、燃料系があってということあって、はい。で、こんな感じになりますね。なかなか用途してますね。はい。でね、まあ、なぜ、この XSR155 を借らせていただきましたということですけども、まあ、スクランブラーということもね、あって、乗ってみたいないうこともあったんですけどね、私はこの車でね、一番控えたのは可変バルブエンジン、ここなんですわ。はい、結局ね、ヤマハさんの考え方としては、排気量を少し落としてでも250クラスの性能を確保すればいいじゃないかと、そういう、なんて言いますかね、設計方式なんかな、設計思想なんですかね。それでね、こうやってるっていうのはね、素晴らしいと思います。155cc の排気量が19馬力発生してるっていうことなんですよ。で、19馬力ってね、じゃあそんなの少ないじゃないかと思うでしょ。でもそれはトップスピードのところの、数値であって、19あったら130キロぐらいまではね、出るし、実際130ちょっとまで出るんかなっていう感じでね、本当に
例えばまあ鈴木さんの V ストロームとか GSX250R とかあの辺とね変わりないし、まあたまさかまあ私の方の忍者もね160ぐらい出ると言ってもね、実際そんなにその出すコートもないですわ、ですからね、そういう意味ではね実用十分なスピードでスピードレンジに収まってるということでね。で、あと結局中低速の方の力強さって、そこがね一番勝負になるんじゃないかと思うんですよ。Dトラッカー X とかね、その辺乗ってきました中でね、やっぱりそこは良かったなって言って、この XSR150 はそういう能力があったら、これはね、車台乗り出し価格で45万ぐらいだと思うんですよ。それから言いましたらね、やはりね、価格的にも魅力だなっていうのを思いますね。だからまあちょっと乗ってみてね、どうなんかなっていうのをねちょっと探ってみたいと思います。はい、よろしくお願いいたします。はい、いよいよね試乗の方のね、感じをねちょっと申し上げたいと思います。ねこれまあ本当に軽いです。ですごく取り回しもねやっぱりこうクイックにこうターンできるようなところがあって、それはねもう本当にもうそのままだと思います。でね、気になってた乗り心地の方なんですけどね、これはね硬いですね。やはりねエストレアみたいにこうボヨヨンボヨヨンというような感じではないです。で硬いからやっぱり、ゴツゴツ拾うんですね。この辺はねDトラッカー X とよく似てますわ。Dトラッカー X がちょうどこんな感じかないう感じで、もうちょっとあっちの方もサフのストロークがあって、いいんでね、その辺はねもしかしたら良かったかも分かりませんけどね。ですけどちょっと、意外にやっぱゴツゴツしてるなっていう感じがあります。ただし倒立フロントフォーク使ってる分ですね、あんまりねゴタ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 はならないと思います。はい、ここね40キロぐらいの制限なんで、あんまりねスピード出せないし、まあレンタル車ということもあってね無理できなくて、やってますけど、ワインディング道路ねなかなかね快適といえば本当に快適です。今気付いたことは足つきは、まず足つきはですねベタベタじゃないんですよ。それでもこれ3センチのローダウンシートって言ってますから、まあ、それで言ったら、まあ、私は168センチの私で、足の裏がね、半分ぐらいかな。だからそんなにね、めっちゃいいっていう感じじゃないですね。それはまあ、こういうもんなんでしょう。はい。で、次何でしたかね。乗り心地いったし、足つきはいったし、まあ、旋回性能ってね、もう旋回性能についてはね、もう本当にもうクイッククイックでいくから、全然問題ないです。エンジンのね感じですけどね、やっぱりこの辺は単気筒かな、これ単気筒ですからちょっとね振動がある。で結構音がなんていうかな、悪く言えばねガサツなような面もあるといえばあると思います。ですけどこういうねこの短気筒のね、ブルンブルンっていうのがね、好きな方はね、まあ、これはね、いいんじゃないかと思いますけどね。まあ、トロ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 、これ今4速で走ってるんですけどね、6速ギアなんですけど、4速でもね、十分これ、いけるいう感じあって、ですね。だからそれはまあ、いいかなって思いますよ。だ乗り心地の方がもうちょっとね、こう、なんていうかな、ボヨヨンとしてて、あれだったらいいかなと思ったんですが、それはまあまあ仕方がないですね。そういう相付けなんでしょうね。でね、このねハンドルなんですよ。ハンドル、これねかなりね横に広いんですよ。忍者の方はセパレートハンドルでしょ。だからちょっと肩がこう狭めたような感じになりますけども、こっちの方はねあれですよ、めちゃめちゃ広いんで、もうね本当にね、なんかね自転車のロードバイク、あれに乗ってるような感じですね。そういう感じなんでしょうね。やはりねあれですね、 Dトラッカー X みたいなねああいう乗り方がいいんでしょうね。だからまあツアーラーとかそういう思ってるような方はねやっぱりね
これはね、正直その向きではないですわ。はい。でその楽しいですよ、これね。デュートラッカー X のことをね、ちょっと思い出しながら走ってるんですけどね。やっぱスクランブラー、シートの方もね、そんなにね、悪くないですね。忍者ほどね、こう薄くてね、ゴツ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 くるというような感じはないです。はい。ですから、かなりね、シートのだけで言うたらね、快適な感じでね、言ってますよ。4速ぐらいで走ってるのがいいんかな。5速、6速だとちょっとね、ワインディングの時にね、立ち上がりの時なんかね、トルクの不足をちょっと感じるような感じで、ね、ちょっとね、これで4000回転ぐらいか。今、3速ですけどね、40キロで4000回転ぐらい。吹き上がりはね、結構ね、あれですよ、6000ぐらいからがね、こうタイミングが変わるいうことらしいんですよ。ですから3速ぐらいでね、6000ぐらいまで行っちゃうとかなりね、面白い傾向になりますね。今、D トラッカー X はね、新車とか中古で買うとね、60万ぐらいするのかな、乗り出しで。結構高いんですよ。それから思ったら、はい、これもそんなにね、乗り出し45万ぐらいだったかなっていうような感じだったんで、ソックスさんとかね、その辺で売っておられるのね。だから、まあ、安い部類だろうなとは思いますよ。まあでもそうですね、買い替えでもうちょっと頑張ってこれを入手してバイフライフが楽しくなってね、私の場合ね、あくまで私の場合ですよ、はっていうのはね、ちょっとあれかな、これ高速乗ってみないとちょっと分かんないからね、なんともなく言えないんですけどもね、このワインディングのここをやるんだったら、20馬力ぐらいのこうセローみたいなあんな安いのを買って行けばいいかなと思ったりするのね。でもこうスプラングラーの形が好きでね、街乗りもできてこういうところも楽しく走れてってなったら、これもね、まんざらそんな悪い選択じゃないですわ。まあ大体そうですね、もう、こう今のところね、10分ぐらい乗ってきたんですけどね、ああ、だいたいこういう味付けなんだなっていうのがこう分かったんで、はい。だからもう、それはこういうもんだろうなっていうふうにね、ちょっと、なんていうのかな、偉そうなこと言いますけどね、こういうもんだろうなっていうの分かりました。まあ、あとそうだね、乗っててね、気になったらね、このフォーンとね、それからね、ターンシグナルね、ウィンカーね、それのね操作がねちょっと間違いそうなんですよ。それはねピッとこの前さっきなっちゃって焦ったこともあったりしたんで、それはねちょっとね、ダメですね。そういうところはねやっぱり慣れはやっぱ怖いですね。これも慣れてくるとそういうことはないと思いますよ。ですけどそういう他のとこから乗った時のね慣れ具合っていうのがねやっぱりちょっと時間かかるんでしょうね、はい、まあそうですね、やっぱり5速でこうやって50キロぐらいでね巡航する分なんだけども、やはりちょっとゴツゴツくるんで、これはね、もう少しこうサスペンション柔らかくしてやってもらったらね、いいんかなって思ったりねしますけどね。そう、R25 の時はもうちょっとマイルドだったかな、なんかそんな気しますね。ゴツ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 狂った感じあんまりなかったんですよ。でこれもトリスロントーク使ってるんでしょうけども、やっぱりチューニングは仕方が違うんかな、ちょっとね、
ギャップを拾ったりとかいうふうにしますね。ニーグリップがねちょっとねこれね しにくいんかな、そういうもんじゃないんかな、よくわかるんですかね。あのしっくりね、あの桃のところをねくちってこうね、うん、座り方が、いや座り方悪いってことないな、これはちょっとそういうもんなんだけど、ね、ニーグリップの仕方がねちょっとねしにくい感じ、それは意外でしたね。